まずは基本的な移動方法です。移動はレバーを使用して行います。キャラクターの向いている方向にレバーを入力すると前進、反対側にレバーを入力すると後退します。上方向にレバーを入力するとジャンプ、下方向にレバーを入力するとしゃがみを行います。それでは実践してみましょう。アクション。ナイス。耐えんぞ。大義である。いい感じだな。あ、言い忘れていたが、このゲームではキャラクターの向きによってレバーの左右入力方向が変わるぜ。このチュートリアルはキャラクターが右向きの場合を前提に話を進めているから、そのつもりでな。対戦中はコントローラーのワンプレイヤー、ツープレイヤー問わず、キャラクターが左を向いているときは入力方向が左右逆になる。つまりキャラクターの向きによって前進や後退といった左右の入力の向きが変化するってことだ。だがジャンプやしゃがみといった上下のレバー入力はキャラクターの向きで変わらねえから気をつけろよ。コマンドリストも同様になりますので、合わせてご注意ください。続いてダッシュとバックステップについてです。進行方向にレバーを素早く2回入力するとダッシュ、反対側へ素早く2回入力するとバックステップになります。ちなみにダッシュはレバーを入力している間ダッシュし続けるぞ。ま、気張らずに軽くやってみな。アクション。ナイス。大義である。問題ありません。お上手ですよ。ダッシュ、バックステップはともに前進や後退よりも移動速度が速いので、使いこなせれば動きに幅を持たせられます。例えばそうだな、遠距離から相手に接近したいときはダッシュ、相手の攻撃をとっさに避けたいときはバックステップが便利だね。地上の行動に関しましてもう一点、ハイジャンプについてご説明いたします。レバーを上方向に入力する直前に一瞬、下方向にレバーを入力することで通常のジャンプよりも高度が高いハイジャンプができます。ジャンプ時に操作キャラクターの残像が出ればハイジャンプ成功だ。少々コツがいるが、それは体で覚えるんだな。ちょっとやってみろ。アクション。やればできるじゃねえか。このハイジャンプは移動距離が長い、相手の猛攻から一旦引きたいときや逆に空中へ逃れた相手に追撃を仕掛けたいときに使えるぜ。地上の移動方法はこんなもんかだよな、ユキ。ええ、次は空中における移動方法についてお話ししましょう。空中で上方向にレバーを入力すると空中ジャンプができます。地上のジャンプから連続で出すことが多いので二段ジャンプなどと呼ばれることもあります。また空中で進行方向に素早く2回レバーを入力することで空中ダッシュ、反対方向に素早く2回レバーを入力することで空中バックダッシュを実行できます。空中の行動は地上のそれとは少しばかり勝手が違う。慣れるまで反復練習してみな。アクション。
素晴らしい出来でした。空中ダッシュは地上でのダッシュと同様に相手に攻め込みたい時に使うと便利です。逆に空中バックダッシュは後方への移動距離が長いので相手との間合いを離したい時に活用してみてください。基本的な移動はこのくらいだな。今ラグナを操作してもらったが、他のキャラクターによっては特殊な動きをするやつもいるぜ。例えば空中ジャンプが複数回できるキャラクターとか、ダッシュの代わりに前方ステップができるキャラクターとかな。チュートリアルが終わったらとりあえずいろいろと動かしてみな。ひとまずお疲れ様です。基本的な移動方法に関しましては以上となります。